小笠リーナは日本のバレーボール選手。V リーグディビジョン1の NEC レッドロケッツに所属している。佐賀県神崎郡出身。母親の影響で小学2年時よりバレーボールを始めた。6歳で父の転勤のため熊本へ引っ越す。小2当時は地元のバレーボール教室でバレーをしていたが、競合チームと対戦したことをきっかけに、自らの意志で競合チームへ移籍。 正午、小6の時に全日本バレーボール小学生大会へ出場する。2011年8月の全日本中学校バレーボール選手権大会で、熊本県代表の大津町立大津中学校の選手として出場した際に優秀選手に選出され、さらに、同年12月の JOC ジュニアオリンピックカップでは、JOCJ はカップ及びオリンピック有望選手に選出された。 全国の高校からオファーが殺到したが、実施の通う春高バレーの強豪校の熊本新愛女学院高校に進学した。2012年10月のアジアユース選手権に出場し、日本の4連覇に大きく貢献した。自らも大会 MVP とベストスコアラーを獲得している。2013年1月の春高バレーでは、同校ベスト4進出に大きく貢献し、 自らも優秀選手賞を獲得した。2013年4月、全日本女子メンバーに初選出された。同年5月からのヨーロッパ遠征メンバーにも選出された。小川、記者会見に臨んで、思ってもなかったのでびっくりしました。どうして選ばれたか考えたんですが、よくわからなかった。先輩たちについていけるように頑張りたいです。小川社、リナ、 バボちゃんネットニュースと語った。同年6月7日、イタリア4カ国対抗で途中出場し、全日本代表デビューを果たした。同年7月のインターハイでは、熊本新愛女学院を準優勝に導き、自らもベスト6、優秀選手賞を獲得した。同年10月、小川17歳ながら、第1回世界 U23 女子バレーボール選手権のメンバーとして、 日本チームの銅メダル獲得に貢献し、オールスターチームのメンバーに選出された。2014年6月、小川東京オリンピックの強化指定選手であるチームコアのメンバーに選出された。高校卒業後の進路について、V リーグ8チームによる争奪戦が繰り広げられ、2015年1月に V プレミアリーグの NEC レッドロケッツが小川らに選手の入団内定を発表した。 翌2月15日のタイ連想戦に途中出場し、アタック1得点を挙げ、プレミアデビューを果たした。ファイナルの久光製薬戦では途中出場ながらも13得点を挙げ、10年ぶりのリーグ制覇に貢献した。2015年8月から9月にかけ、日本各地で開催されたワールドカップで世界3大大会デビューを果たし、ベストスコアラーランキング5位、ベストサーバー部門4位。 ベストレシーバー部門トップなど花々しい活躍を見せた。2016-17V プレミアリーグにおいては NEC の2年ぶり優勝に大きく貢献し最優秀選手賞及びベスト6賞を獲得した2021年東京オリンピック日本代表の最終メンバーに選出された。しかし7月25日予選ラウンドの第1戦ケニア戦の 第3セットで足をひねり負傷。オリンピックデビュー戦で負傷退場となった。欠場となった。予選ラウンド2日目となる27日は松葉杖姿で会場に姿を現した。予選ラウンド4日目となる31日の試合でスタメン出場で復帰。小賀ちゃんがツイッターのトレンド入りを果たした。目標としている選手は木村沙織でアタックだけでなく、 レセプションなど、どのプレーでも優れていることを理由に挙げている。深愛女学院ではキャプテンを務め、2014年の全国高等学校総合体育、大会バレーボール競技大会では決勝まで進むも、東京五輪の強化メンバーである1年生の宮部、愛理を要する大阪の近南海高等学校に敗北し、高校最後の大会となった春の高校バレーでは、 学校のチームを優先したい意向で全日本の合宿のオファーを断って臨んだが、レギュラーメンバーを含む小賀のチームメイト4人が、インフルエンザに罹患して出場できなくなるアクシデントにも見舞われ、エースの白井美咲を擁する神奈川の山和南高等学校に2回戦で敗れ、高校在学中の日本一はならなかった。V リーグの個人成績は、下記の通り、ありがとうございます。